お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュラルやっていくんですけど、今日はですね、なんとですよ、20勝チャレンジをこちらのね 2.0 オールブレイカーでクリアした方のリプレイをね、いただきましたというところで、そちらをね、見ていきたいなと思います。しかもですね、20勝無敗ですね、20-0でクリアした方ですね。で、こう今回のチャレンジ1回クリアしたらもうね、2回目はできないですけど、なので一回まあ強い人たちがだんだん抜けていくので、こう言ったら後輩になればなるほど、まあ若干ではあると思うんですけど、クリアしやすくはねなると思うんですけど、そんな中本当に始まったすぐにこのね、2-0 ウォールブレイカーでクリアしたという、まあ化け物ですね。こちらサムエル選手という方なんですけど、あの僕の動画に一回前ね協力していただいたこともあるんですけど、本当に PS お化けですね。マジで世界でマジで本当の化け物、なんかグローバル、それマルチの1位とかも、1位フィニッシュとかも3回ぐらい多分取ったことあるんですよね。1位、2位、3位とかも全部ね、難易度も取ったことあるみたいな感じの、本当のね、化け物選手のリプレイをいただきましたというわけで、このね、ラバー、これもう見るからに大変そうですね。このラバーに勝ちの、しかも三重心も勝ちの、ウッドだけですからね。で、このマジやっちゃムートとか、いやー、よくやりますよ、本当に。で、ゴレですね。これ誰もが多分見たいやつですね。もう、僕ももう一回ね、全部見たんですけど、このね、しかもタルザップのメガナイっていうのとか、こんなんガンメタやんか、みたいな感じのデッキもね、わかってるので、これを全部ね、ちょっと今日は見ていきたいなと思います。いやー、もうね、見ていてね、これほど気持ちいいものはあるのかっていうぐらいね、なんか、綺麗かつ、美しいですね。で、まあ、僕も今日はね、こう、驚く側というかね、見て喜ぶ側でね、こう、まあまあ、立ち回っていくんですけども、なんか単体ウォールブレイカーが多くて、そうですね。で、その後に、なんか単体ウォールブレイカーからの相手のユニットを回収しつつ、ディガーで2周目ウォールブレイカーをさらになんかね、押し込んでいくみたいなシーンが結構あります。で、こういうスケルトンとかもめっちゃ早いんですよね。で、ここちょっと、あれって、ポイズンで巻き込まれて ISP が飛べてないっていうのもあるんですけど、まあ、こういうね、コウモリに多分ディガーを飛ばしていきますね、さあ。で、ウォールブレイカーも足していくと。いやー、これでね、意外とダメージが入らないけど、言うて入ってますね。さあ、ラバとかに対してはマジで前半攻めないと、って感じがしますね。後半とかもう形作られて終わるじゃんって感じなんですけども、とね、注目していきたいですよね、こんなの。なんかもう自分が、僕もね、結構やったんですけど、この 2-0 ウォールブレイカー。あの、ウッド型、この人ウッドなのでウッドでやってたら、ラバルに勝てないんですよ、マジで。そう、ラバルに勝てないから、雪玉にするじゃないですか。でも雪玉にすると、なんか使い勝手がね、あんまよろしくなくなっちゃうと言いますか、枯渇に負けちゃったんですけども、そう。で、なので、これでね、20-0 はね、すんごいと思いますね、マジで。本当にすごいとしか言いようがね、まあ、ないですよね、という部分で、ここで、アイゴレコウモリを逆サイドに行くんですね。ラバの防衛に、アイゴレコウモリ使いたいんですけど、そこを、ラバ来てるけど、一回逆を攻めるんですよね。逆を攻めて、しかもここの吹き矢からの、ホバのダメージも入れないんですよね。この ISP 付けで。それぐらいですね。しかも、ポイズンで巻き込まれないような位置に、コウモリ。このコウモリの位置もちゃんと多分考えられてると思いますね。スペルで巻き込まれにくいようにっていう。さ、細かいところまで、めちゃくちゃ美しいですね。で、コウモリ多分攻めですね。なんか、基本コウモリ攻めで、2周目のコウモリとかを、まあ、守りに使っていくイメージかな。これでも、形組まれたら終わりそうですけどね。吹き矢からの、スケーで、ちょっとカード回しつつ、ディガーだけで、さあ、アイゴレコウモリで処理。いやー、で、ウォールブレイカー、いやらしいですね。まあ、これ相手も守らざるを得ない。あの、スケコウモリのタゲの取り方がやっぱ上手いですね。大ゴレで耐えて、だと400なので、もう永遠攻めが多分こっから来ますね。もうこれはラバ側からしたら鬼きついですね。で、ウッドも回るのか。うえい。しかも、なんなら1-1になっても、あと900とかまで削ってるので、負けないよねっていうような感じですね。1個もし捉えたとしても、
勝てるっていう。さあ、次、サンジシですね。で、このサムエル選手は、こう、今ね、CRL ウエストが終わったばっかなんですけど、CRL クララリーグですね、ウエストの方で、なんとね、優勝した、スペースステーションゲーミングかな ?SSG。はい。の、選手ですね。なんで、もう優勝したばっかですね。はい。ウエストのチャンピオンになって、すぐね、こういったデッキで20勝しつつ、マルチでもね、前シーズンかな、なんかすごいですね。なんか200か。9と12とかだったかな。なんかマルチフィニッシュしてて、みたいな。いや、本当に。一つ、てかもう、二つぐらいね、頭抜けてる、ハイレベル、超うまい選手ですね、と。いうところで、まあこれはね、今回三重士の防衛に注目したいですね。どうやって防衛すんのって感じですけど、まああとはどうやってじゃあダメージ稼ぐのっていうのもありますね。ユーノゴーストとかもだるいと思うんですよね。まあ、僕も三重士使うんで、三重士使ってて、このデッキには負けない気がするんですけどね。ね、思いますよね。このデッキ来て負けるってならないですね、ここ。吹きやスケでユーノ突進を防ぎつつ、で、コウモリとアイスピで止めて、いやー、綺麗ですね。で、逆サイアゴか。いや、無駄がないですね。マジで。見てて本当に美しいんですね。で、吹きやウッドスケかな。スケも出して、ダメージをきちんとね、抑えていくよと。いやー、なんかずっと見とけますよね。こういうの見とくと。なんか、綺麗すぎて。相手もね、まあ、だってこれもう18勝とかなので、相手ももちろんね、上手い人ですから。さあ、いや、こっからどうやって勝つんだろうな。こうなんか考えながら見るとちょっと楽しいかもしれないですね。これ、どうやって刺すんだろうみたいな。さあ、ウォールブレイカーとりあえず飛ばして、タルで受けられる、ここですよね。三種展開される。展開された瞬間にめっちゃ攻める。けど、ウォールブレイカーまで行くんですね。ウォールブレイカーまで行くと、タルババ咲いた後ですし。で、ここですね。吹きや、ウッド、低めコウモリからのスケで耐えつつ、おー、アイゴルトスケがうまい。しかもコウモリが流れてきて、ディガーで耐えると。いやー、大変だな大変だな。でも言うて結構ダメージ受けちゃってますけど、受けてるんですけど、まあ許容という感じでね。まあそんぐらいならタワーダメージ開けちゃうよっていうような防衛をしてますね。ほんで完璧に抑えるっていうことはやっぱ無理なので、ダメージ受けるんですけど、両サイドいい感じにね、受けてますね、ダメージ。このマスケットとかも、ね、わざと与えて、両タワー同じぐらい残るんですよね。これがまた面白いですね。1200と1300。しかも、今ね、ウォールブレイカー入ったんですけど、内側ディガーでしたね。あの、逆サイドのタワーのターゲットを取るような位置に、ディガーはね、ここで、封打ちですね。この試合で初めて、そういうことをね、してきましたね。普通の位置に、こういうタワー裏とかにディガーを飛ばしつつ、ちょっと今だっていうタイミングで、ディガーの位置をね、工夫してくるっていうのもうまいですね。で、ここのウッドもヒースピ当てつつ、三重子ノックバックしつつ、タワーにもね、入れる。余裕で勝ってるというか、なんか、こんぐらい上手い人の見る、とか特徴というか、タワーのダメージ、こう、両タワーずつちょっとずつ減らすんですよね。てか、なんか両タワーずつこう、上手い許容っていうんですかね。なんで、一つのタワーを2500残って、逆サイ1000だけ削られて勝つっていうのがなんかあんまないですね。両タワーいい感じに、もう2000あったら、2500で逆サイ1000とかだったら、ああ、じゃあ1000までちょっと削らすみたいな。コスト節約するみたいな。今、もう両タワー1500、1500、1300、1300、1200、1200みたいな。いい感じになんかね、神的許容がなってました。さあ、攻めますね。いやー、すごいな、もう。ムートとかマジチとかめっちゃ死ぬそうっすもん。アイゴルウッド。これも綺麗ですね。ウッドでタワーダメージ稼ぎつつ、完璧に耐えますね。これ、何のデッキがきついんだろうな。まあ、でもラバルか。個人的にラバル、勝てなかったんですよね、やってて。ちょっと皆さんもやってみてほしいですね、このデッキ。めっちゃむずいっすよ。めっちゃむずいんですけど、勝てるとめっちゃ楽しいっすね。さあ、ウッドとかは使わないんですね、基本的に。ここはウッドか。ファイブを使われたので。さあ、耐えて、1500まで削ってますけど、
なんか同祭でガン、なんかね、全部ユニット合わされたりした時がむずい気がするんですよね。ね、後ろからマジジャチャムートって出されると、もう常に攻めちゃうんですかね。サディガーオールブレイカー。おぉ、おぉ、2発、1発、ラッキーパンチ。で、エレキを、まあ、スケート ISP で完封していく。まあ、カード回しなのかな今の。1枚でもいい気もしたんですけども。さあ、ここどうすんだこれ。これ行くのかな吹きは無駄になるっすよね。あ、行かない。ここのボヤもちょっと見どころですね。アイゴル合わせて、逆サイコーマリュット。相手のマジアチョンうまいですけど、いや、この低めのアイゴレとスケのこのムートの受け方がうまいですね。いや、うまいですね。まだ一回もこうスケとかコウモリとか無駄にしてないですね。いや、からの ISP、ああ、これエレキ読みですね。エレキ来た時に ISP 振らせて。いやー、うまいですね。ああ、スケがちょっと痛い。痛いですが、うわ、めっちゃ削ってんな。あと、いや、しかもウォールブレーカーまで行く。ディガーで後ろに釣られてる。ちょっとカウンターが怖いぞ。怖いけど、多分めっちゃ簡単に守りそうですね、これ。これ守れんのかな？これを、いやー、うまい。いやー、うまい。耐える。で、これ行くのかな？一回行かない。ふえ！これ、吹き矢からの、ディガーアイスピーオールブレイカーとかかな？アイゴレか？ウッドで削り、ヒヤヒヤしますね。本当にこれ勝ったのっていう。あ、吹き矢が入る。あ、でも5打たれるでしょこんな。打たれない。いや、だからこのタイミングでディガーが早いですね。で、相手も守んないといけないので、攻めの形はやっぱ完璧に作れてないですね。って思うんですけど、見てね、うわ、すげえってなるんですけど、使えないですよね。うん、だから使っても、ここまでなんか綺麗になんないんですよね。なんでなんですかね。うん。いや、意味わかんないですね。本当に意味わかんない。で、次、ゴレですね。これ。これな、一回見たんすけど、やばいっすね。なんか本当に。マジでわけわかんないっすもん。学びですね。トルネタルですからね。なんなら。ISP。吹き矢。吹き矢が結構大事ですね。吹き矢コウモリが。さあ、マジ、ミー、おめっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる。これはまあラッキーですが、なんかね、マジ、スケとか ISP とかコウモリが、とりあえずなんか、アイスイズにピョイって打たれるとか、こういうところですね。なんかとりあえず巻き込み事故がないんですよね。ユニットの。うわぁ、この追加ウォールブレイカーもうまいっすね。そんな簡単にとか折れるっけクラロアって。で今のおかしくないですか？だって、ゴレに開始1分タワー折れてるって、そうないっすよね。マジで。で、ここからですよね。正直、1本折ったとしても、ゴレの、このゴレダクね、ね、攻めをどうすんのってなるじゃないですか。マジで。一回後ろから行くんですね、これ。そう、守るんですよね。なんか上手い人って守るんですよね。それ守れねえだろ、普通っていうような攻めを守っちゃうんですよね。あの人たちは。あー、で、これ、ベビーをコウモリで殴ってますね。うわ、すげえ、この足止め。やばくないですか？まあ、タワー一本できてるからこそできることだと思うんですけども。アイスピがうまい。うわー、スケアイスピからのアイゴレ逆サイ。この吹き矢が多分やられたのは結構痛いと思うんですけど、言うて、落ち着いてね。つい、後からユニットで耐えてますね。いや、今の攻めを言ったらここまで抑えられるのも結構すごいと思うんですけどね。普通に一本折られちゃいますもん。マジで。さあ、ディガーオールブレイカーで削る。いや、こっからでも負けそうだからな。だって、ケツゴレかケツダクネでしょ、これ。で、ゴレ合わされて、ドン。え、ゴレが来ない。ゴレ来るでしょ？これですね。これを、守りつつ、多分、ディガーオールブレイカーでめっちゃ攻めるんですね。多分、ここで守りきれないっていうのも分かってるので、
いやでも、え、守ろうとしてんだからワンチャン。いやすげえな、ゴレ思った以上に溶かしますね。うわうめえ、コウモリ延命の今の見た、ちょ待って、ちょっと待って、今の見た、今のみんな巻き戻して、ゴレの後ろのダックペルを溶かすコウモリをベビが殴ろうとしたんですけど、それを延命するスキアイスピーですね今の。あ、でも追いつかれてんだよな。いや耐えようとしたけど耐えれなかったんですね。辛いですねそれは。今のはやばいっすよ。いやーこれなー、こっからですよ、こっから勝ちますからね。これ8面ぐらいされたら終わりじゃんって感じなんですけどね。うん、でディガーウォールブレイカーで攻める、で後ろ吹き矢で、ゴレはねなかなか溶かせないんですよねマジで。でもこのコウモリとかがやっぱこうちゃんと活躍してるんですね。無駄に殴、なんかベビーにピュイって打たれることとかがないんですよね。なんかちょっとダメージ受けててもその後確実にね丁寧に丁寧に守ってるっていうのが。相手攻めとるねで、攻めすぎかと、うえ、あとはウッド圏内、ウッド2発ですね。いやすごいですね、ゴレダクメベビーダクプリ来て、いやうまいですね、うまいとしか言いようがないですね本当に。これやばいっすよね、こんなん見たらね。てかこんなのができるようになればもっともっとね楽しめますよね。いや目標ですね、皆さん、まあ、僕含めちょっとね皆さんこのレベルまで行きたいですね。やばいよこれは。まあ、とりあえず結構積極的に攻めますね。いやディガーウォールブレイカーめっちゃ入る、一発か。でこれなんかすごいかったっすよこの試合なんか、うん、美しいっすねマジで。あれこれ相手がザップ裂いたからっすね、ザップ裂いたからもうコウモリ生きるだろっていう。いやお前攻めすぎだろ、やば。追加ウォールブレイカーもして、あ入んないけどマスケが生きちゃったんだな、マスケが生きちゃったことによって入んない。いやすげえな、もう前半の この攻め具合がすごいですね。なんか端前からもう鬼倒しに行くみたいな。さあこのウッドもしっかりディガーに当ててね、ディガーに当てることによってディガーの HP 削って、このディガーが1発か2発殴るのがちょっと減りますねと。こういう当たり前の細かい部分もちゃんとしてますね。まあ、問題はこっからなのよ。誰もが思ってるんですけど、問題はこっからなんですよね。さあ、まあ僕だったら吹き合わせるなで、端前コウモリからの、かな、端前コウモリで防衛リガですね。うまい人あるある、当たり前に防衛リガですね。いやー、ISP もうまいですね。なんか最近 ESP ばっかだったんで、ISP がちょっと珍しいですね。うわ、しかも、ザップ回んねえだろっていう、この、いやはー、綺麗なんすよね。美しい。美しいな。クララで美しいって思うことがあるんですよね。ね。なんかもう、綺麗じゃないですか、これ、ISP ウッド。ISP ウッドじゃないんだ。うぃ。いやとここまで余裕で勝ちますかって、やべえなー。これがまあ言ったらチャンピオンですからね、本当にこんなのがうじゃうじゃいるわけですから。アイスピで止めてスケでコウモリのダメージ減らしつつ、なんならあのウォール、え、このウォールブレイカーでさえやばくないですか、今のウォールブレイカーでさえ入れないんですよ、やばね、やばくないですかこれ。ガチ防衛しすぎでしょ。いやーもうこれは勝ち確かっていうような攻めをしてるんですけど。で、アイスピュットで、いやーすげえな、真ん中リガー。アイゴレ。低めスケでザップ読んでアイゴレ。うまい、うまいなー。これやばいっすね、マジで。なんか、にやけちゃいますもん。ね。ここまで美しい綺麗な試合があるのだろうかっていう、何一つ無駄になってねませんでしたね。スケとかコウモリとかがこうピュイってたまたま範囲攻撃で殴られるっていうことがないんですよね。まあそういうのをちょっとね意識してね、皆さんね使ってみてください。結構むっちゃなこと言ってますけど、本当にね
まあ練習にはなりますね。上手くなりたい方とか、まあ、上手くなったら結局楽しいじゃないですか、もっともっと。なので、ね、ぜひ、皆さん使ってみましょう。僕もちょっとこのデッキのね動画また上げれたらいいかなと思います。というわけで、このね化け物サムエル選手のツイッターリンクね貼っとくので、ぜひ皆さんフォローしてみてください。というわけで、終わります。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。